花ちゃんって呼ぶの本気でやめてくれ。もう釣れないこと言うなよ。どうも、花ちゃんと同じクラスの鈴山美里です。君が転入生の篠崎くんだよね。誘った理由はこいつだ。そうそう、花ちゃんから篠崎くんの話聞いて君に興味が湧いてさ、お昼食べながら一緒にお話ししたいと思ってセッティングしてもらったの。購買で適当に買ってきたから屋上で食おうぜ。学年が上がれば上がるほど学食に近くなるから、君のために先輩が頑張ったんだよ。まあ、そういうことだ。